だよな。自分でも何をやってるのかわからないけど、ただ直感でなんとなく解いてるんだ。あなたが電脳空間を行き来することによってエネルギーが干渉して眠っていた力が目覚めたんじゃないかしら。多分古代人たちはその眠っている力を利用することができたんじゃないかしら。私たちより進化したコミュニケーションを取ってたんじゃないかもな。ただ言えるのは、パズルを解くたびに頭の中で地図が更新されてエミーを助けるのに一歩近づくってことだ。